マジ実験大好き MNM です。今回はアンテナ製作の時に必ず問題となりますトラップコイルの調整方法、ディップメーターとアンテナアナライザー、この2種類を使った方法を紹介させていただきます。ぜひともね、アンテナ製作に役立てていただければと思っております。トラップコイルの共振周波数、これをね測定する方法を紹介させていただきます。実際ね、トラップコイルっていうのはね、こちらの方にもちょっと図面をお見せしますけど、こういう構造なんですけど、今回ちょっとね、ご紹介するトラップコイル、ちょっとトラップコイルにね、このような形でちょっとコイルをもう一巻きして、同時ケーブルをつないだもの、実際はね、これ50メガ、これですね、ちょっとお見せしておきますよね。50メガの2分の1ラムダの、まあ、ノンダジアル GP といえばかっこいい名前なんですけど、実際はね、2分の1ラムダのツエップライクアンテナの給電部をね、実際に測定しようかなと思っております。ですので、トラップコイル とほぼね、回路は2アリーなんですけど、まあ、ちょっとね、一部コイルがちょっと増えている点だけね、ちょっとお許しいただければと思います。これね、こういうような構造になっています。大体のコードはね、これもともと昔私がよく作ってたコードなんですけどね、コイル、これね、結構再現性が悪いんですよね。で再現性の悪いコイルを、まあ、できるだけ再現性を上げたいということで、こういうプリント基板、皆さん見たことあると思うんですけどね、こういう穴開きのプリント基板ですね、これを使ってこのような形ですね、10の字ちょっとね見づらいかな、こう10の字ですね、10の字に組んで誰が巻いても、まあ非常にね、再現性がいいコイルっていうのをね作りたいんで、このような構造にしています。これ実際ね、このプリント基板自身も非常にね、高精度で加工されてますので、この穴通りにね、だいたい切っていきますと、本当にね、ドンピシャリでね、測定器なくてもね、かなり共振周波数、正確なね、測定せなくてもかなりの精度でね、コイルが巻けるという手法がありますのでね、ぜひともまあ、こういうやり方っていうのがあるというのをね、ちょっと覚えていただければと思います。で実際こちらの方はね、L、コイルですね。で、こちらの方が C になります。まあ、C もね、実際にいろんなコンデンサー、高圧のコンデンサーとかね、ご購入される方法もあると思うんですけど、私はね、このような形、同時ケーブルをね、使ったコイル、結構好きで使っておりました。まあ、およそですけどね、これ使っているのが 5D2V という同時ケーブルですね。これはね、規格で調べていただくと分かるんですけど、だいたい1センチ、ここですね。1センチあたりだいたい1ピコファラット。1ピコファラットね、ありますのでね、それで実際にね、こういうような形で同時ケーブルを高圧のコンデンサーの代わりに使っております。でこの先端部がね、まあ、これちょっと移動用で、仮設でよく使うので、こういう形で結束バンドで縛ってるんですけどね、まあ、容量加減するときに、外の外皮の網線ですよね、ここの網線。網線をね、実際に、まあこうめくったり、元に戻したりしてね、共振周波数をまあ微調整するためにね。で、なおかつ固定が終わりましたね。こういう形で結束バンドで縛り上げてますね。結束バンドで。まあこういう形でね、まあ実際は仕上げて、例えばもうちょっと違う周波数とかいろんな条件変わりますね。この結束バンドをチョキンチョ切って、もっと外皮、この外のね、網線を少しね、伸ばして縮めたりしてね、実際にね、静電容量を調整しているという形になります。まあ、コイルの概要はね、このような形になります。このコイルをね、もうほぼ調整が終わってますけどね、実際に共振周波数を測定していきたいと思います。まず測定するための測定器ですけどね、パターン1ですね。これ、皆さん見られたら、おお、出てきたか、見た形ですけどね。ジップメーターですね。もう今となったらね、もう私も使うことはないんですけど、久しぶりにね、まあこういう教科書にはね、必ずあるんで、ちょっとジップメーターでね、まずやってみようと思います。まあジップメーターなんでね、これちょっと見ていただいても分かると思うんですけど、実際にこのような形でね、実際に必要なコイル、皆さん懐かしいですよね。こういう形でね、各バンド用のコイルがこうあるんですよね。今回はね、50メガ用ということで、まあこれトリオさんですね、ケウンドさんのね、旧社名ですね、トリオ時代のね、はい、ディップメーターを使っております。まあ、こちらの方にね、50メガ対応のコイルを挿して実際にテストしてみようと思います。でこれが先生スイッチ入れますよね、しますと、はい、まあ、こんな形でね、メーターがね、こういう形で動きます。で、今回ね、このレンチがね、なんぼだったかな、F ですね。F のところを見ておいていただければと思います。
でこれね、実際マンションなんて木で少しね、あのコンクリートから持ち上がってるのであんまり影響を受けないんでね、まあ、このような形でね、リップメーターの近くにこうコイルを近づけてこう回していきますので、ここ見といてもらったら分かるんですけどね、ここですね、ここ見といていただければ分かるんですけどね、ここをちょっと見ていただければ、ここですね、ここをちょっとね見ていただきますと、これがリップメーターのそのリップ点というやつですね。ピコ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 と下がっていると思います。ここはね、共振周波数になります。でね、この当時のリップメーターって言ったらね、周波数カウンターがついたのがこの後ぐらいからあるんですけど、この当時はまだないんで、通常ですね、あの別の無線機でこの発信している周波数をね確認して、あ、何十メガヘルツやみたいな形でね、はいはい、確認する作業が必要でね、このメーターのね針も目印も結構ね当てにならないっていうんですか、このメーカーさんのやつは。別のねやつはね、そこそこ精度のメーカーもあるんですけど、その当時は高くて用価はなくてね、私はちょっとトリオさんのこの印刷仕掛けのやつなんでね、周波数の精度はぼちぼちです。本当の目安計なんですけど、こういう形でね、リップメーターでもね、こういう形でピクピク上がってると思うんですけど、メーターで、ここがリップペンになります。これを実際は無線機の受信機能を使って、この発信周波数を確認してね、昔の人はされてたと思います。ただね、もうこういう方法はね、もう今することがなくて、皆さん誰もが思うのがあれを出してこいってことだと思うんでね、これですね。もうまあこれもね、ちょっと形式的には申し訳ないです、ちょっともう型番的には古くなっちゃったんですけどね、こちらのね、アンテナアナライザー使った方法をちょっとご紹介させていただこうかと思います。これでね、どうやってコイルの共振周波数を測定しますかと言いますと、やり方が2パターンあります。まずね、こういうジグがあった方がいいですね。こういう同軸ケーブルに外と中ですね、これをこういうミノムシクリップでくっつけたものを用意して、これをちょっと接続させていただきます。でね、これでちょっとこう準備させていただいて、でね、低い周波数とかの場合ですとね、実際にコイルの両端ですね、ちょっと図面の方もね、ちょっとここにお付けしておきますので、そっちの方をね見ていただいた方が分かるとは思うんですけど、はい、実際ね、ちょっとつなげてみますね、こういう形で。あ、これね、ちょっとどうつないでるのかね、非常に見にくいと思うんでね、詳しくはね、ちょっと図面をお付けしておきますのでね、ここに見ていただけたらいいと思います。こういう形でね、こういう形でね、実際に共振周波数になりますとね、こういうディップペンでね、エスタバールがこう下がったようなところが共振周波数になります。ただね、この直接コイルに取り付ける方法っていうのは、周波数が低いところ7メガとか 3.5 ぐらいかな、そこから向こうはね、非常にね、この方式の方がね、はっきりディップペンが多いことが出るんですけど、50メガみたいにこんな高い周波数ですよね、いろんな要因があって、非常にね、リップ点が出にくいのと、出てもね、なんか非常にね、こう直接回路の影響を受けてしまって、制御があまり良くないので、あまりね、高い周波数ではお勧めしておりません。まず1点目ね、このような形でコイルの両端を挟んにアンテナアナライザーを接続してね、このような形でリップ点、SW が下がっても探すという方法が1つあります。でもう一つはね、もうこれはほとんどの方はもうこっちの方を使われてるんじゃないかなと思います。やり方はね、単純なんですけど、このような形ですね、このような形でね、コイル、この時ビニール線ですね、ビニール線をこの時には2巻き1回2回巻いてますね。でこの結束バンドがね、何かと言いますとね、ちょっとチューブランニングに浮かすためにやってるだけです。実際につけてみますね、こちらの方にこんな形ですね、実際に挟んでコイルをね、やっぱりちょっと浮かしとかないとおかしくなるんでね、こういう形で浮かせるためにね、浮かせるだけですね。結束バンド、あとはまあこのコイルが維持できるようにね、コイルを維持するのと浮かせるためにね、こんな形にちょっとだけね、ちょっと結束バンドは意図的にね、切らずにこうしています。この中にね、こうやって通しますとね、ちょっとやってみますね、こういう形ですね、通しますとね、ティップ点がほらこう出てるんじゃないかなと思います。正直でね、50メガに置いたら、さっきコントで、これ周波数見てもらったら分かると思うんですけどね、実際は 50.3 か4ぐらいに合わせてあるんですけどね、
大体こういう形でね、非常にね精度よく前の影響を受けないんでね、あまりこう深く入れすぎますと回路の影響を受けるんで、少し浮かし気味にした方がいいことが多いと思います。まあ、どちらかくね、50メガっていう周波数ですとね、何らかのやっぱり外的要因を受けますので、正確には測定できないんですけど、軽く結合を刺すことによってね、このような形、エスターバードが下がったような形でね、共振周波数が出てきます。ですので、これが、まあ、これぐらいが大体正しいので、 50.1 ぐらいかな、2ぐらいかな。まあ実際この辺はね、微調整していかないといけないんですけど、こういう形でね、共振周波数が分かるという仕掛けになっております。もう一遍じゃ声だけお見せしておきますね。こんな形ですね。まあ、単純です。でこのコイルの大きさもね、実際にこういう測定する分に合わせて、あまりにもねでかすぎますと、非常にこのリップ点がちっちゃくなってきます。ただ密着しますとね、このコイル自身の影響でやっぱり共振周波数が狂ってきますので、まあほどほど二回りぐらいちょっと大きめ、これちょっと見ていただいて分かると思うんですけど、まあ一回りか二回りか、まあこの辺微妙なんですけどね、まあ、ちょっと大きめに巻いてやってやれば、まあ、トラップコイルですとね、若干すれても少々はもうエレメントの長さの調整でなんとかなりますので、で今回ね、この使っておりますツエップライクというか2分の1ラムダーの GP の場合ですと、最終的にはね、この端からエレメントが、まあ、これズームにも書きますけどね、エレメントが出てきて、まあそれを調整しますので、まあ、最終的にはね、これはもう仮調整に使い状態というんですか、ほぼ50メガにして、最後はエレメントを取り付けて実際にエスダバードを測定しながら調整していきますので、まあ8割ぐらいの調整をこれにしとけば、以後はねエスダバード系でできますので、どっちみちにしましても、こういうコイル 100% のね合わせる必要はありませんので、まあ、ざっとね合わせておけばそんなに問題ないと思います。まあ、こんな形でね、実際にアンテナ台を使ってね、共振周波数を測定する事例ってね、まあ紙では書いてるとは思うんですけどね、なかなか実例っていうのがないと思うんでね、こうやってお見せさせていただきました。ぜひともね、ご参考にいただければと思います。久しぶりにリップメーター倉庫から引っ張り出しまして、実際にねトラップコインの共振周波数測定させていただきました。手順としてはね、やっぱり非常に単純で良かったんですけど、周波数カウンターが内蔵されておりませんので、一手間増えるのかなと、それに比較しましてね、アンテナアナライザーの方はご覧の通り、ちょっとした小道具は必要なんですけどね、小道具使えばね、同じく共振周波数測定できますので、やっぱり周波数カウンターのメリットっていうのはね、やっぱりあった方が便利いいのかなって久しぶりに思ったような次第です。このような形で、まあ、今後ともアンテナの、まあ、測定器の簡単な使い方、応用事例もね紹介できればと思っております。ぜひともアンテナ製作に活用していただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。